なじみの見慣れたサンジェルマンデプレ教会を後にして、今日はセーヌ川まで向かい、そこからノートルダム大聖堂まで散歩をしていこうと思います。いまだにコロナ感染者は連日横ばいで、長引く状況にみんなストレスを感じているのはわかりますが、ただ最近たまに外出した際などに人々の言動には驚かされております。しばらく歩いていくと、ポンデザールという橋の向かいにフランス学士院が立っております。このフランス学士院は、フランス語の基本を制定してアカデミー辞書の編纂を行うアカデミー・フランセーズ、および4つのアカデミーで構成されている国立アカデミーです。
今歩いているこの通りの奥に見えてきた建物がデパートラ・サマリテンヌです。1869年にネクタイをセーヌ着して売っていたエルネスト・コニャック氏が創設したデパートで、パリ最大の規模だったこのデパートは現在安全規格を満たすために改修工事を随分前から行っているため閉館中です。今日はノートルダム大聖堂を目指すためシテ島に向かっておりますが、シテ島と並ぶサンルイ島は最高級住宅地として知られており、昔から大貴族や著名人が邸宅を保有していたそうです。階段がゴミだらけですが、残念ながらパリは結構街が汚いので知られております。最近地下鉄の駅でよく目にするこちらのポスターはマスクのポイ捨てをやめるように呼びかけております。タバコの吸い殻、ゴミのポイ捨てに加えて現在のコロナ禍でマスクのポイ捨てが街で目立ってきております。今から対岸に渡ってサン・ミッシェルという場所に向かっていきたいと思います。サン・ミッシェルに着きましたが、ここも結構な人でにぎわっておりました。このサン・ミッシェルはパリの学生街のカルチエラタンの玄関口で、たくさんの本屋さんなどがあることでも有名です。
これも最近よく目につくことなんですが、結構多くの方がマスクをしていなかったり、首にマスクをかけているだけとか、あとはまあ自転車に乗っているとつけなくていいみたいな感じになっております。2019年4月15日に何らかの原因で出火が起き、このノートルダム大聖堂が火災被害に遭ったのは記憶に新しいかと思います。パリの観光名所といえば必ずと言っていいほど名前が挙がるこのノートルダム大聖堂は世界遺産にも認定されており、その歴史は古く1163年にまで遡ります。建設が完成したのは1250年で、完成までおよそ90年近く費やしたそうです。パリから各地への距離を表すのにもノートルダム大聖堂の前が起点になったりと重要な役割を果たしています。建築様式の観点から見てもロマネスク様式の要素を残した初期ゴシック様式の最高傑作と呼ばれております。今歩いている場所はちょうどノートルダム大聖堂の裏側に位置する場所で、この柵の中には公園があって、昔友達と来た記憶がありますが、今は入ることもできません。コロナの影響で現在は臨時休業中ですが、また機会があればぜひ訪れたいと思います。Thank you.
ー。